書斎の聖アウグスティヌスは、正規ルネサンスのイタリアのベネツィア派の画家ビットオレ、カルパッチョが1502年に制作した絵画である、聖アウグスティヌスの原始とも呼ばれる、油彩。主題は、聖アウグスティヌスが遠方の地で死去した聖ヒエロニムスの声を聞くという、奇跡から取られている。本作品は、ベネツィアのダルマチア系スラブ人の、 サンジョルジョデデリスキア・ボーニ同神会の依頼で制作された宮殿に及ぶ聖人伝の連作の一つである。現在も他の作品と共に同神会館に所蔵されている。また、大英博物館に準備素描が所蔵されている。サンジョルジョデデリスキア・ボーニ同神会館のファサードとイギョルギウスのレディーフ彫刻。同神会館1階の内装。 正面のカルパッチョの祭壇が聖母子、その両側にそれぞれ連作のシレーヌの人々の洗礼と聖、トリフォンによって悪霊を追い払われる皇帝ゴルディアヌスの娘が飾られている。画面中央の小型の祭壇と机の右端の赤い本の上に置かれた貝殻。サンジョルジョでリスキアボー二同神会はダルマチア地方から移住したスラブ人で構成されていた。 ダルマチアは中世以来、ベネツィアと密接に結びつき、15世紀初頭にベネツィア領に組み込まれて、さらに強固な関係となった。彼らの結成した同心会が1人委員会に承認されたのは1451年のことである。カルパッチョは同心会の発注により、1502年から1508年にかけて黄金伝説に基づく聖人伝の連作を制作した。 発注のきっかけは、1502年に、同心会に、セイギョルギウスの聖遺物が寄贈されたことと考えられている。寄贈者は、パオロ・バルダレスソという人物で、彼は、ペロポネソス半島のベネツヤ領コローネの監督官だったが、オスマン帝国との戦いで陥落し、撤退の際に譲り受けた聖遺物を、ベネツヤに持ち帰った。バルダレスソ機の人間の多くは、 ダルマチア地方で養殖に就くなど関係が深く、生物の寄贈の際には、パウロをはじめとするバッラレスソ家の出身者6名が会員となっている。これらの事情から彼らが連作の発注主ではないかと考えられており、特にセイゲオルギオスの3作品は生物を持ち帰ったパウロの武功を商用する意図があったと思われる。カルパッチョは同年に制作を開始し、 旧作品に及ぶ連作を描き上げた。それぞれ、聖ギオルギウスと、竜、聖ギオルギウスの勝利、シレーヌの人々の洗礼、聖ヒエロニムスとライオン、聖ヒエルニムスの葬儀、書斎の聖アウグスティヌス、ゲツセマネの祈り、聖トリフォンによって悪霊を追い払われる皇帝ゴルディアヌスの娘、聖魔イ,イの証明である。これらの連作は、カルパッチョの祭壇が、 聖母子を取り囲むように左右の壁に飾られている。本作品は、聖ヒエロニムスとライオンや、聖ヒエロニムスの葬儀とともに、聖ヒエロニムスにまつわる作品群を構成している。ある時、聖アウグスティヌスは、遠方の地にいる聖ヒエロニムスに手紙を書いていた。手紙の目的は、スルピキウス・セウェルスに依頼された三位一体の論考に関する意見を、 セイヒエロニムスに尋ねることであった。セイアウグスティヌスが手紙の冒頭を書き終えると暗かった部屋に突然大きな光が現れ方向が漂い、セイヒエロニムスの声が聞こえてきた。アウグスティヌスよ、あなたが今考えていることは大会のすべての水を小さな小瓶に入れるようなものだ。そのような小さな器では到底測りきれないものをあなたは測ろうとしているのですよ。 セイ・アウグスティヌスが手紙を描き始めたちょうどその時、セイ・ヒエロニムスは死の床にあり、息を引き取る間際であったという。カルパッチョは書斎でセイ・ヒエロニムスの声を聞いたセイ・アウグスティヌスを描いている。セイ・アウグスティヌスはセイ・ヒエロニムスの声が聞こえた窓の方を見つめており、窓からは神秘的な光が差し込んで、部屋全体を明るく照らしている。 セイアウグスティヌスの右手にはペンが握られており、手紙を書いているところであるとわかる。いくつかの作例では、セイヒエロニムスの姿を描いたものもあるが、この点においてカルパッチョは声を聞いたとだけ伝えている。伝説に忠実であり、セイアウグスティヌスが見上げた先に、セイヒエロニムスの姿はない。カルパッチョは、セイアウグスティヌスの書斎を緻密に描いている。画面中央には、 小型の祭壇がしつらえられている。祭壇の上には十字架を持つキリスト像と、食台祭布の白いミトラ帽子が置かれ、壁には四境杖が立てかけられている。祭壇の下は戸棚になっており、開かれた戸棚にカーテンがかけられている。画面左の壁際には、他の先行する同じ主題の絵画と同様に椅子と初見台。 本棚が描かれているが、棚に並べられた女神や馬の像その他のアンティーク趣味は、成人の書斎には、通常見られない要素である。画面右側には、天井から天球儀が吊るされている。聖アウグスティヌスの机やその周りには開かれあるいは、閉じられた多くの本が置かれている。画面右下隅には、楽譜が開かれている。画面全体の遠近法の消失点はペンを握る。 セアウグスティヌスの右手に位置し、手紙を書き始めた時に奇跡が起こるという物語上の時間が構図の上でも明確に表されている。手の近く、机の右端の本の上には貝殻が置かれている。また床の上には忠実や忠誠を意味する一匹の白い小型犬が座り、窓の方をじっと見つめている。白い犬は、 学者の書斎に描かれる犬の伝統的な図像とされる。この小型犬は準備素描の段階では、フェレットのような小動物であった。本作品における、得意なディテールの一つは机に置かれた貝殻である。貝殻の配置は巧みであり、赤い色に囲まれた白い貝殻は目立つ位置にある。美術史家、アウグスト・ジェンティーリはこの貝殻が、セアウグスティノスの別の伝説と関係があるとしている。 セイアウグスティノスは、海岸で海水をすくって、穴に入れるという遊びをする子供に出会い、三位一体の、悲儀の奥深さを知ったと伝えられている。貝殻はその時子供が水をすくうのに用いた道具で、ある。初期の話し方では水をすくう道具は、一定しておらず、貝殻であったり、銀の砂地であったりするが、やがて貝殻で統一されていった。ヤコブスでオラギネの、 日曜説教集では、キリストとおぼしき子供は、セアウグスティノスに、三位一体の秘技をまとめようとする、書物は水を注ごうとする、小さな穴であり、何時の小さな知性がそれを測るさじであり、三位一体は、組み尽くそうと試みている大会であると語ったとあり、ピエトロ・デ・ナターリの成人練習生では、子供は簡潔に、穴は書物、海は三位一体、貝殻は、 何時の知性だと語った後に姿を消したという。いわばこの貝殻は、セアウグスティヌス、引いては、人間の知性を象徴している。セイヒエロニムスが死に際に、セアウグスティヌスに語ったとされる言葉はこの、エピソードから来ている。カルパッチョは、セイヒエロニムスの奇跡の中から三位一体の要素を重視し、別のエピソードからセアウグスティヌス及び三位一体と、 関係のある貝殻を持ってきて描くことで、両者が三位一体について、言葉を交わしたという物語を強調している。主題の選択については、セイアウグスティヌスが、同心会の守護聖人ではなく、またそもそもベネツィアでは、セイアウグスティヌスはほとんど描かれなかったために、なぜ接点のないセイアウグスティヌスが選ばれたのかという疑問がある。この点について、ジェンティーリは、 発注者の要望で肖像を表すために、セイアウグスティヌスが選ばれたとしている。また選択の背景には、同心会の会員になる町や、特に、ドゥブロブニクの南のコトルやゼタ地方出身のスラブ人が多かったことと関係があるとする説がある。これらの地域は、元来、ギリシア政教が根強く、従って、ベネツィアに移住したスラブ人も、 また、聖教徒かあるいはカトリックに改修した元聖教徒が多かった。ところが、同心会が設立された1451年当時、ベネツィアではギリシア聖教は禁止されており、彼らは自分たちがカトリックであることを示す必要があった。そこでギリシア聖教において影が薄い存在ではあるが、カトリックの特に三位一体と、 密接な関係にある聖アウグスティノスが連作中に登場していると指摘されている。一説によると、聖アウグスティノスは同神会に縁のある同時代の著名人の肖像画ではないかと言われている。書斎に描かれた人文主義的なアンティーク趣味は聖人の書斎にふさわしくないため、実在の人物の趣味が反映されていると考えられ、同様に聖人も 同じ人物の肖像画となっているのではないかと考えられてきた。候補としては、教皇大使として、ベネツィアを訪れ、同神会に、職友情を与えた、ヨハンネス・ベッサリオンス・キキョとティボリの司教、アンジェロ・レオニーニの二人のほか、パオロ・バルダレッソのおじで、美術品や書物のコレクターとして知られるマフェオ・バルダレッソの名前が挙げられている。セイヒエロニムスの三作品は、 同進会館1階の右側の壁面中央から、右端にかけて、聖ヒエロニムスとライオン、聖ヒエロニムスの葬儀、セイアウグスティヌスの原子の順で飾られている。聖ヒエロニムスとライオン、聖ヒエロニムスの葬儀、書斎の聖アウグスティヌス。ありがとうございます。